高校を卒業してですね、一回はこう家を出て、違う職種でですね、仕事をしてみたいなという思いがあって、一回熊本市内の方にですね、就職しました。で、そうですね、まあ、職種的には、まあ、別の製造業のですね、まあ、ラインスタッフとしてですね、仕事をしてたんですけど、その時に、まあ、父の方が、この阿蘇の地域でですね、今造園業をしてまして、で、まあ、自分もですね、まあ、小さい頃から手伝いとかですね、してたんで、こう一度こうしてみたいなって思いもありました。で、まあ、父と母が二人でですね、二人三脚で頑張ってたのを見てたんで、まあ、自分もこう両親をちょっと支えてあげたいなっていう気持ちもあって、でまたその自分もチャレンジしてみたいという気持ちもあったんでですね、前の会社を退職して、ここに就職しました、はい。自分がイメージする庭と、お客様が毎日こう窓から見る庭っていうのがまた違うんですよね。でいかにそこに自分の技術でこう近づけていけるのか、またその庭を維持できるのかですね。でまたそのお客様のそのご主人の好きな庭と、まあ、奥様が好きな、まあ、花とか植えたりですね、まあ、そういういろんなこう話を聞きながらですね、そういうふうに自分の技術とお客様のそのイメージする庭にこう近づけていくのがですね、一番楽しいところでもあります。まあ、一番はお客様のそのがこう笑顔になった時のですね、帰り際にこう、ありがとうございましたって言ってもらえるのがですね、一番僕がやってていいなって思うところですね、はい。もう地域を盛り上げる2代目3代目の方がいらっしゃるということでですね、まあ、地域を通してこう、まあ、友達作りじゃないけどですね、まあ、いろんなその業種にの話をですね聞けるということでですね、まあ、紹介してもらってですね、はい、で入らせてもらって、まあこうまあ、自分の悩みとかですね、仕事に対する悩みとかも先輩たちに相談できますし、まあ、いろんなこう先輩たちもですね経験がいっぱいあるんでですね、まあ、そこでこう親身になってこう聞いてくれるんでですね、入ってよかったなと思ってます、はい。まあ、研修委員会っていうところにですね、入って頑張らさせてもらってるんですけど、まあ、いろんな地域からの、まあ、研修の視察とかもあるんですよ。でそんな時にこうお世話をしたりですね、また自分たちがこう、地元の、まあ、活性化のためにですね、いろんな地域の、現状を見に行くんですよ。まあ、悪いところであったり、まあ、いいところであったりですね、そういうのをまあ見て回って、でまた持ち帰ってですね、で、まあ、発展させていくということでですね、でまあ、そういう段取りとかですね、まあ、そういう企画とかを一応一緒にさせてもらっています。この自然の中で、仕事をしたいというのも一応あったんですよね。でまあこう自然を感じながら地元の人たちのまあぬくもりであったり、地域の元気をもらってですね、またこう自分のこの地域をですね、もっとこう活性化、なんていうのかな、まあ、自分の仕事を通してこう地域に、まあ、恩返しできるようなですね、地域がこう発展できるようなですね、そういうことが今後できればなと思ってます。僕にとって仕事とは思いやりです、うん。どうしてその言葉が出ましたか？そうですね、まあ、自分が一番、日頃、まあ、心がけてるんですけど、まあ、人に対しての思いやりであったり、まあ、物に対する思いやりであったりですね、まあ、思いやり一つでですね、その、まあ、人に対してであれば、まあ
思いやりがあればですね、その言葉一つでも変わってきますし、まあ、物に対する思いやりであれば、まあ、物を大事にするじゃないですけど、まあ、そんなことにもつながってくるんでですね、いろんなことに対してこう思いやりを持ったこう行動を、まあ、自分なりにこうできし、まあ、目標じゃないんですけどしていきたいなと思っています。